親潮型潜水艦、親潮型潜水艦、親潮型潜水艦は、海上自衛隊が運用する、通常動力型潜水艦の艦級。計画番号は、S130-3.0813 中規模により、平成5年度から平成15年度にかけて11隻が建造された。1980年代後半、海上自衛隊では、 第三次防衛力整備計画で建造した渦潮型 42SS 以来踏襲されてきた完全複核構造、累積型線形の潜水艦の第三世代にあたる春潮型 61SS の基本計画設計と並行して新技術に合わせて根本から設計を見直した新世代の潜水艦の検討に着手していた。この検討にあたっては水中吸音材と 側面アレイソナーという二つの新開発装備の導入が主とされた。この結果、線形は葉巻型へ、構造様式は部分単角構造へとそれぞれ移行することとなった。これによって設計されたのが本型である。構造様式は、船体前後が複角、チューブが単角の部分単角構造であり、複角部分は外フレーム式、単角部分は内フレーム式とされている。 これは、船体チューブへの側面アレイソナーなどの設置を折り込んだ設計であった。側面アレイソナーの取り付けには極めて高い精度が求められることから、耐圧核への設置が望ましく、従ってこの部分は単核構造となる必要があった。また従来の累積型線形では、魚雷発射管が船体チューブよりに設けられていたが、 これでは、船体装備の側面アレイソナーと干渉することから、巨雷発射艦を船体前方に移動させる必要から、監視ソナーと上下に並べて設置できる、ハマキ型船形が採択されたものである。流体力学的な合理性では、累積型にわずかに劣るものの、通常動力型潜水艦が活動するような、比較的低速の領域では、ハマキ型でも優位な差はないとされている。 本型の設計の特徴の一つが、全般的なステルス化である。1980年代後半当時、対戦線水上化安定において、アン、SQS-53 や75式単身技、OX-101 など、大出力、低周波の単身技、アクティブソナーの配備が進んでいたが、これらは、状況次第では、第一収束体。 1>, 1 c z イエンという超長,長距離での潜水艦探知をも期待し得る性能を備えていた。艦型拡大に伴うターゲットストレングス、TS レーダーでの RCS に相当する概念、増大もあり、水中放射殺音の低減にとどまらない全般的な対策が求められるようになっていた。このことから本型では新開発の水中吸音材が導入された。これは外部の音に対して、 逆位相になるような音を加えることでこれを打ち消すというパッシブノイズキャンセラーであった。ただし低周波ソナーに対応できる吸音材はかなり分厚く船体全部に貼り付けることは難しかった。このためセールには単なる反射材を設置するなど使い分けがなされている。セールの外反は傾斜しておりステルス機の対レーダーステルスと同様単身音を 発信元に戻さないようにすることで探知を避けることを狙っていた。機関は概ね春シオ型 61SS のものが踏襲されており、ディーゼルエンジンとしては、V 型12気筒の高速4ストローク機関である、川崎重工業 12V25、25S 型が採用された。ただし、ハマキ型線形の採用と排水量の増大に対応して、主電動機は、 強化されており、水上三千四百馬力、水中七千七百馬力とされている。また、主蓄電池も改良された。また、本型では、ディーゼル手機の発生、シュノーケルの収支、トリム中排水、移り水、発射管中排水の自動化や、操ダ操縦のワンマンコントロール化など、省力化、自動化が大幅に導入されており。 SCC からの一元制御とされている。この結果、ディーゼルインなどが削減されるとともに、人員配置が発令所に集中することとなり、ダメージコントロール面で懸念されたが、上院の順応とともに解消された。また3番艦、渦潮以降で、固体アミン式炭酸ガス吸収装置。4番艦、薪潮以降で、主電動機の電気シチョパーカ。5番艦、イソ潮以降で、 昇降式アンテナなど、順次に装備の更新が図られた。装備面での最大の特徴が、Z99-6 ソナーの搭載である。これは、艦首の円筒アレイ、シリンドリカルアレイ、c と側面アレイ、フランクアレイ、FA、栄光アレイソナー、トス及び逆端ソナーによって構成される、統合ソナーシステムである。側面アレイでは、船体方向に長く、 アレイを配置することで、円筒形アレイよりも低い周波数に対応できるようになった。これは、トスと同じ発想であるが、トスではアレイの揺れなどのために探知方位が曖昧であり、適宜の変身による測定が必要であった。これに対し、本型で採用された側面アレイでは、アレイは体圧角に直接固定されているために、曖昧さがなく、またより多彩な戦術状況で運用できた。 また、面圧電素子の採用によって、探知能力も向上したほか、後期立て造館では、側面アレイへの雑音電波遮断が高度化され、さらに有効性が高まっている。円筒アレイについても、春、潮型後期型と同様のラバードームが導入された。ただしこれにより、円筒アレイと側面アレイの間で、目標情報の整合化を図る必要が生じてきた。前者は、 比較的高い周波数、後者は比較的低い周波数を用いるため、それぞれの目標について、同じ目標から発される別の周波数の音なのか、あるいは異なる目標なのかを判別しなければならなくなったのである。また六本という多数の魚雷を同時誘導可能な潜水艦情報処理装置在庫マイナス3の搭載に伴って、 多数目標の現在方位についての的確な情報喪失も求められるようになった。しかし急激に変身を繰り返す目標の取り違えを防ぎつつ潜水艦情報処理装置に対して頻繁に方位を送り出し、さらに攻撃対象以外の目標の把握や敵潜水艦への警戒を行う場合、従来システムではソナーインがオーバーロードとなる恐れが大きかった。このことから、 Z99-6 では大幅に自動化されている。また、在庫 -3 と共に、管のコントロール系と武器系のコンソールの投下が進められており、Z9X-1B 推冷式共通コンソールが用いられている。発令書のレイアウトも、潜望鏡を中心として、各種の機器が並んでいた従来方式から、左右舷に統一されたコンソールが置かれた配置に変更された。 なお、潜望鏡には IR 探知装置、熱線映像装置も備えられている。上記の通り、6門の魚雷発射管は監視上部に集中装備されている。形式名は、フマイナス605で上部2門、下部4門が平行装備とされており、発射可能水中速力は向上した。また、機雷を付設する能力もあり、 新型の自走式機雷も装備できるとされる。また、デコイ発射装置も装備されている。本型では、潜水艦製造工程が大幅に増大、複雑化したことから、建造期間は従来の4年から5年へと長期化することになった。従前では、海上自衛隊の潜水艦は18隻、体制16隻練習潜水艦2隻であり、 春市岡田までは18年間運用された後に退役していた。しかし、平成23年度以降にかかる防衛計画の対抗についてで、海上自衛隊の潜水艦が24隻、体制22隻練習潜水艦2隻に増強する計画となり、これに合わせて本艦型からは24年間運用されるうになる予定である。また24年間運用するための延命工事が、 行われる。平成25年度予算では、親潮の修理に必要な部品の取得及び、親潮の寒冷延伸工事を実施するとともに、渦潮の寒冷延伸工事の予算が計上された。平成26年度から28年度予算にかけて、計9席分の部品調達予算と計7席分の改修工事予算が計上されている。2015年3月6日、 親潮が練習潜水艦に艦種変更された。11番艦、持ち潮の場合、総建造費、約420億円、内訳、船体約250億円、偽装約170億円。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。